美奈子です。今日はダイソーとセリアでお買い物をしたので、こちら購入品紹介したいと思います。はい、いや今回もねいい商品を見つけたので紹介したいと思うんですけれども、セリアの新商品かなって思うものとか、あとねダイソーでも、リピート商品とか、あと、まあ、キッチングッズとか、まあ、便利そうなものを買ってきました。はい、まずはダイソーの商品から紹介します。まずはこちらは200円商品なんですけれども、キッチンシリコーンマットを買いました。シリコーンマットを少し前に買ってすごい便利でいいじゃんって思っていて、それのね違うバージョンも売っていて買ってみました。まあ、クッキングマットとしてだったり、鍋敷きとしてだったり、落とし蓋にも使えるし、電子レンジの汚れ防止のマットとしても使えるし、瓶の蓋開けにも使えたりとか、滑り止めにもなったりとかっていうね、すごい便利そうなシリコーンマットなんですよね。前買ったやつはちょっとねお菓子作りに使いたいなと思って買ったんですが、まあ、リビングで使うように置いておきたいなと思って買いました。はい、こんな感じのシリコーンマットです。結構薄くてペラペラしてるんですけれども、テーブルにピタッと吸着してくれます。でこっちが前ねダイソーで買ったシリコーンマットで、こっちが今回買ったものなんですが、こっちの方がね分厚くて焼き菓子とか作る時にとっても便利なんですけど、俺はね例えばこの瓶の蓋、それをキュッと掴んでこんな感じで包んでこうやると開いた。結構力強くないと開かないものが開きました。蓋を開けるのにも使えるし、まあ、こういう感じで子供が、まあ、ご飯を食べるときに、まあ、ランチョンマットみたいな感じでも使えます。こうシリコンで滑り止め効果があるから倒しづらいし、しかもねちょっと汚れてもさっと拭けるから、あの布製のランチョンマットよりも汚れの処理が楽でいいと思います。これね初めて見て買ってみたんですけれども、はい、冷蔵庫ドアポケット仕切りということで、あの100円ショップにこのね薬味スタンドっていろいろ売っていると思うんですが、これはね縦にも使えるし横にも使えるっていうことで、薬味スタンドとしても使えるし仕切りとしても使えるっていうね便利そうなものです。2つ入り2つ入ってます。ドアポケットのねところにこうカチャッとはめる用のフックがついていて、仕切りができるっていう状態で、でここがこうねこうカシャッと外れるんですよね。こういう四角の形をしてる枠なので、こんな感じでシュッとね横にこんな感じの形にすれば、ここにね薬味チューブを、刺して立てかけることもできるっていうものですね。じゃん、こちらはお風呂で使うものなんですけれども、マグネットシャワーホルダー買いました。これはね300円商品です。我が家ね、まあ、シャワーかけるところあるんですけれども、次女が今1歳半で、あの体が小さいんでね、お風呂の下の方にねシャワーホルダー欲しいなと思っていたので、ちょうどいいのがあると思って買いました。100円で吸盤タイプもあって、どっちにしようかなって迷ったんですが、これはね300円商品で、こっちの方が、まあ、しっかりしてるんじゃないかなと思って、吸盤バンってね外れたりしたらストレスになっちゃうから、まあ、なるべく外れなさそうな方を買いました。はい、これもねちょっと使ってみたいと思います。はい、こんな感じの形をしていて、裏にはねしっかりマグネットがビシッとついてます。ここで娘がしゃがんで洗ったりするんで、ここら辺につけてみようか。お、すごい、めっちゃ強力、すっごい結構力入れないとずれない。ここにねちょっとうちの小さい子が座りながらシャワー浴びるよみたいな時に、あーいいじゃない、もう全然外れない。いいじゃん、これ買ってよかった。すごく磁石が強くていい感じです。こちらはリピート商品なんですけれども、ステンレスシューズハンガー買いました。まあ、こんな感じで靴を洗った時に靴を一つずつここに、
入れて乾かすと靴が乾きやすいですよっていうものですね。同じの持っていて、すごいね使いやすいので、もう一個欲しかったんで買いました。はい、娘の上履きを毎週洗うっていうねことをしていて、毎週のように使いますね。でこれ何がいいかっていうと、まあ、ステンレスでね、とにかくシンプルな見た目だし、すごい薄くてね、あの収納に困らないのがいいんですよね。で前にね、あのセリアで買った似たようなものと、あの比較してみたら、ダイソーの方はちょっと大きかったです。微妙に大きかった。セリアで買ったのもね使いやすかったんですけれども、まああの大人の靴だったらダイソーの方がいいかもしれないですね。でこれね、子どもの靴をこんな感じで引っ掛けて洗ったものを干せます。次はセリアで購入したものを紹介します。これ多分おそらく新商品かなと思うんですけれども、はい、ではこちらティッシュボックスカバー買いました。こんな感じのね、リネン風ということで、はい、こんな感じのあの布製なんですけれども、結構ね、分厚いねボックスでも入りそうな、高さがしっかりあります。ほらいいじゃない、ちょっと使ってみようと思います。これはまあとってもねシンプルではあるんですけれども、こんな感じのきなり色みたいな感じで、後ろ側はゴムになってます。でこのねティッシュ何がいいかって、ここにちょっとしたポケットがあるんですよね。ちょっとねこんな感じでリモコン入れたりとか、まあ、こんな感じメモ帳とボールペンをちょっと入れたりとか、こうさっと取りたいものを入れられるポケットがあるっていうのがいいですよね。いいティッシュ、こう深型のを入れるのにちょうどいいのかなっていうふうに思いました。はい、こんな感じで微妙にちょっと出てるけども、ティッシュケースのあの柄物を隠してくれていいんじゃないでしょうか。あとじゃん、ロール式ゴミ袋、ロール式ゴミ袋20リットル20枚入り買いました。はい、このロール式ゴミ袋をずっと買いたいなと思っていて、やっと買いました。そうこれね、無印にも確かロール式ゴミ袋ってあって、すごい便利そうだなと思っていて、セリアに行ったらね、セリアにも売っていたので、あらいいじゃないと思って買ってみました。ゴミ袋が取り出しやすいっていうのが、まあ、ロール式のいいところですよね。まあ、普通の袋に入っているゴミ袋ってこう1枚がねもう取り出しにくいみたいなことあると思うんですけれども、これならね取り出しやすいということで、ちょっと使ってる様子をお送りしたいと思います。こちらのロール式ゴミ袋は、はい、こんな感じでロールになってるんですね。結構大きい、はい、こんな感じのロール式になっていて、切り目がついているので、はい、こんな感じでスッと切ることができます。あ、切りやすい、まあ、広げるとね結構大きい感じ。例えばね、こういうゴミ箱だったらロールのままここに入れちゃいます。はい、でよいしょ、こんな感じで広げて、で例えばゴミ入れましたで、今日はゴミ捨てだからゴミ捨てますっていう時は、このままちょっと引いてね、引いた状態でここでパッとね、パッと破いて、でこれは捨てます。はい、でこれを今度広げて、よいしょ、広げて使うみたいな感じで、ロール式ってこうつながってるから、ゴミ捨てして袋を入れ替えるときにね楽でいいんですよね。厚さもね、まあすごい厚いわけではないけれども、しっかりしていてちょうどいいし、いい感じでね、まあ、透明に近い半透明だからゴミもね出しやすくていいと思います。じゃん、シックトレイオーバルということで、はい、こんな感じのトレイ買ってみました。はい、とってもねなんだか高級感のあるトレイみたいな感じですけれども、プラスチックで全然軽くて割れないような素材ですね。だけれども見た目がなんかちょっと100円には見えないっていう感じ、ちょっとし
した小物を置くのにいいんじゃないのって思って買ってみました。なんかくすんだ感じの水色が可愛いですね。はい、こんな感じのねバラの模様が 3D で入っていまして、リップだったり櫛だったりをパッと置いてね、なんかもうすぐさっとね使いたいようなものだけを置いておくトレーとしてもいいし、ピアスとかをイヤリングとか置いといてもいいし、なんかなくしがちなゴムとかピンとかそういうものをね置く定位置としてもいいですね。あとはじゃん、こちら、これは次女に使おうと思って買ったんですが、左右に曲がるベビースプーンっていうことで、これはね、まあ、赤ちゃん用の、離乳食を食べる時に使うスプーンなんですけれども、まあ、左右にねぐねぐね曲がることで赤ちゃんはね自分で離乳食を食べやすいっていうスプーンですね。ちょっと一回使ってみようと思って買いました。まあ娘今1歳半でね自分ですくって食べるっていうことはするんですけれども、やっぱりねまだまだ難しいみたいで、結構ボロボロ落としちゃったりとかも全然あって、別に落としてもいいんですけれども、ちょっと食べやすいスプーンあったらいいなと思っていたので買ってみました。はい、これねピンク色買ったんですけれども水色も売ってました。今回はダイソーとセリアで購入したものを紹介してみました。何かの参考になれば嬉しいです。では本日もご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録といいねボタンもよろしくお願いします。バイバーイ。